皆さんこんにちは、ルイです。先ほどブルーロック PWC の公式 X で3月14日に登場する新キャラの新シルエットが発表されましたね。おそらく色とシルエット的に次の新キャラはレオだと思われます。レオはハイフレオ、旧レオ、覚醒レオと現時点で3人いるんですけど、これで4人目のレオになりますね。ハイフレオは練習メニューカードがドリブルトレーニングと対ブルーロックマンシュート練習、キューレオはドリブルトレーニングと筋トレマシン、そして覚醒レオはドリブルトレーニングとイメージトレーニングになっていて、3キャラとも全て違う練習メニューカードを持っているんですよね。次のレオはドリブルトレーニングは確定として、あと1枚が何になるか気になりますね。4月にはエピソードナギが控えているんで、ナギを育成しやすいような練習能力、練習メニューカードになるなら、ドリブルと対ブルーロックマンの可能性かなり高いんじゃないかなと個人的には考えています。皆さんはどんな練習メニューカードで来ると思いますか？ぜひコメントで教えてください。このレオのシルエット何か手に持ってますよね。もしかしたら3月14日ということもあり、ホワイトデーの何かしらの贈り物を持ってる限定のレオの可能性もありますね。限定キャラだった場合はクリスマスちぎりやハロウィン、バレンタインデーのような期間限定のキャラなのか、それとも周年ナギや周年リンみたいにいつでも入手できるようなキャラになっているのか、この辺もかなり気になりますね。ここで限定が出てきたら、4月のエピソードナギは限定じゃないのか、それともどちらも限定になるのか、かなりブルージェムが必要な3月4月になりそうな気がします。また12時になったらすぐに性能やガチャを引くべきかどうかについての動画アップするんで、まだチャンネル登録していない人はチャンネル登録して見逃さないようにしておいてください。同名キャラで今4体いるのはイサギとチギリ、この2人だけなんですよね。つまり3人目の4キャラ目になるということです。イサギは制服イサギ、ガチャイサギ、覚醒イサギ、進化イサギ、チギリは旧チギリ、覚醒チギリ、クリスマスチギリ、クロスチギリ。次のレオはなんていう名前にしようかちょっと考えておきます。このレオの登場と同時に旧レオ、覚醒レオ、そしてハイフレオの情報修正も来てほしいですね。またテクニック系かと思うかもしれませんが、意外とクロスバチラってフレンド枠に設定してもクロスカードのせいでなかなか延長できず、更新するの結構難しかったんですよね。なのでテクニック特化キャラでレオが出てきてくれれば、みんなの手持ちのテクニック系キャラかなり育成しやすくなると思うんで、どんな練習能力で来るか楽しみに待っておきましょう。今トレーニング強化キャンペーンで全ステータスプラス5万アップからトレーニングがスタートするんですけど、キラがレベル65になってこの編成でなんとキラ630万取れました。めちゃくちゃキラ育成しやすいですね。配布で全員持っていてプラス3体当てればレベル65にすることができるんで、総戦力を伸ばしたい人はキラ最優先でまずレベル65目指していいと思います。とにかく戦力伸ばしやすいキャラになっていますね。そして本日23時59分までキラのガチャ無料ゲリラが開催されています。この動画を見た人でまだゲリラを引いていない人は必ず日付が変わるまでに引いておきましょう。自分は先日のダウンロード数ナンバーワン記念ガチャでキラが65レベルになってかなり育成しやすくなりましたね。皆さんも65レベル目指してキラの凸頑張ってみてください。今回のピックアップは覚醒ライチ、クロスバチラ、周年リン、覚醒リン、覚醒ガガマル、レオナルドルナ、この6人でいきたいと思います。ライチとバチラがあと1体で65レベルなんですよね。だからこの無料ガチャで当てたいと思います。いきます。キッカー国神 R、いけ国神、お光るんじゃない、いいよ、右に行ってくれ、左か、確定はなし。さあどうなるか、金ボール3つ、止まれ、あー残念、止まりませんでした。赤スーパーチャンスが来たんですけど、ここはスルーしたいと思います。このガチャ毎日午前と午後で単発無料なんですけど、皆さん星3当たったことありますか？まだ自分は1回も当たってないんで、開催期間までに1回当てたいですね。あと600万ダウンロード記念チケットガチャ10枚あるんで、こちらも使っていこうと思います。
キッカー潔、星さん来てくれ。ボールは光らず、ネットも破れない。そして金ボールはなし。エネルギードリンク一つ、あとは育成素材です。それでは最後にサポート器具の再抽選していこうと思います。結構中途半端なサポート器具多かったんで、能力はまあまあいいけど結局3個しか使えないんで、いつも使ってる器具以外をどんどん再抽選していきたいと思います。本日はこの超高速ランニングマシン、ドリブル発生率アップ2つと全力レクチャー率アップ、パーセントもまあまあ高いんですけど、テクニック育成時、スピード育成時、どちらもこの器具使わないんで、早速再抽選していこうと思います。いきます。1回目、全力レクチャーと筋トレ発生率アップ、これはもう1回再抽選していこうと思います。2回目、できたらレクチャー率アップ2つ以上で頼みたい。おイメトレ発生率アップとドリブルレクチャー率アップ、これは再抽選します。再抽選チケットめちゃくちゃ溜まったなと思ってたんですけど、再抽選いざ始めてみると一瞬で溶けていきますよね。3回目、イメトレレクチャーとイメトレレクチャー来たー。だけど真ん中が全力シャトルラン発生率アップ、これは超高速ランニングマシンの B 枠再抽選チケットを入手してイメトレレクチャーになるまで待つか、普通にもう一度再抽選するかなんですけど、レクチャー率アップ2つあるっていうのは結構個人的にポイント高いんで、 B 枠再抽選チケット入手するまで置いておこうと思います。本日の再抽選結果はイメトレレクチャー率アップ 28% と 56%、 そして全力発生率アップ 66% で終了します。またB 枠再抽選チケット手に入れたら再抽選していこうと思います。ちょっと軽く雑談しながら、お食事ガチャ100枚あるんでこちら消化していこうと思います。3月4月でガチャお得なやつが来たら一気に引こうと考えていて、カントツキャラ増やしたいんでステーキたくさん入手したいです。とりあえず1個出てくれました。やっぱり自分の手持ち的にはサポートカードを1枚、レベル100にしたいところなんですけど、サポートカード結構周年カード以降のカードじゃないとなかなか今強いものが少なくて、サポカガチャにジェムを費やすっていうのが難しい状況なんで、とりあえず母体や練習能力、練習カードが強い、そして特殊能力が強い新キャラが来た時にどこかで貫突また目指そうかなと考えています。ステーキ2個目出てくれましたね。エピソードナギで映画限定のナギ、おそらく最強で出てくると思うんですけど、自分は周年ナギを貫突しているんで、同じナギを貫突しても一緒にトレーニングで編成できなかったり、ライバルリーバトルやリーグマッチ、クラブマッチなどでも一緒に編成できないんで、ナギの貫突は今回は見送って、ナギ以外で強いキャラが来た時に何か貫突しようかなと考えています。皆さんはエピソードナギ限定だった場合、貫突する予定ある人いますか？ぜひコメントで教えてください。おお、ステーキ2個抜き、でかすぎる。さああと25枚、なんか出て、ステーキ今のところ4つかな。100連で4つ出たら十分なんで、あと1個、2回に1回ステーキが出てくれたら最高。さあ来い、ラスト。出ませんでした。100連でステーキ4つ入手することができました。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。